10月13日木曜日、稲部町大泉にあるコスモス畑に稲部東保育園の園児たちが訪れ、楽しいひとときを過ごしました。見ごろを迎えた満開のコスモス畑。これは大泉の地域環境を守る会と花を守る会が作ったもので、多面的機能支払い交付金を利用して毎年取り組んでいる環境美化活動の一つで4年目になります。この日、園児たちを喜ばせたコスモスは、去年花の鑑賞を楽しんだ後、会の皆さんで協力して種を取り、それをきれいに咲かせたものです。およそ3ヶ月前の7月18日には、皆さんがコスモスの種まきを行う姿がありました。この日は日差しが厳しい日となっていましたが、多くの人の目を楽しませたいと、皆さん汗をかきながらも作業をこなしていました。この他にも、6月11日には50メートルほどの土手で草取りや草の成長を防ぐシートの貼り付けを行い、400株のヒメイワダレソウを手際よく植え付けていました。ヒメイワダレソウは生命力が強く、雑草を追い払うほどの繁殖力があり、茎が地面を這うように伸びて緑が広がるので、草刈りの手間を省くことができます。開花時期には可愛らしい花をたくさん咲かせていました。満開のコスモス畑でお友達と写真を撮って喜んでいた園児の一人は、お花大好き、どの色も綺麗と笑顔で話し、大泉の地域環境を守る会の渡辺和重代表は、今後も環境美化活動などを通して地元の人とのつながりを大切にし、助け合いができる地域にしていきたいですと話していました。